はいどうも皆さんこんにちは。今回は藤原の中麻呂についてお話しします。彼は天皇のボディーガードから時の権力者まで上り詰め、いとことその恋人に殺されるという波乱万丈の人生を送りました。そんな彼の人生を生まれたところから見ていきましょう。706年、藤原の中麻呂は藤原の六麻呂の次男として生まれました。つまり藤原の夫人の孫にあたり、中麻呂には豊成という名前の兄がいました。このお兄さんも非常に優秀でどんどん出世していくんですが、反対に中麻呂の出世は遅かったそうです。そんな中麻呂の一番最初の仕事は21歳の頃にした天皇のボディーガードでした。そして737年、中麻呂32歳の時に人生における転機が訪れます。天然痘の流行によって父六麻呂とその弟たち須崎、馬飼、麻呂が病死するんでした。当時絶大な権力を握っていた藤原氏の病死は生き残った人たちにとっては大きなチャンスとなります。そのチャンスをものにして実権を握ったのが立花の諸江であり、中麻呂も同じように彼らの死をきっかけに出世をしていきます。そしてその時に即位したのが光顕天皇です。彼女は聖武天皇と光明皇后の娘なので、中麻呂にとってはいとこにあたります。光顕天皇には1歳になる前に死んだ弟がいたと以前動画で取り上げましたよね。元陽です。元陽は藤原氏の血を引く次期天皇の第一候補だったので、藤原氏にとっては何としても守りたかった存在だったんでしょう。皇太子となった元陽を護衛する中衛府という役所を新しく作るほどでした。中麻呂はその中衛府の大将となった上に、光明皇后にすごく気に入られていたこともあって、光顕天皇の補佐役の長官にも任命されます。こうやって2つの役職をこなしながら権力を握っていくんです。さて少し話は変わりますが、先ほど話に出てきた光顕天皇についてお話しします。女性の天皇といえば、これまでは天皇候補がいない時や、いるけど後継者争いになりそうな時なんかに中継ぎとして即位するという流れが多かったと思います。そういう理由もあって、大体天皇の奥さんやお母さんが中継ぎを務めていることが多かったんですが、光顕天皇は珍しい天皇で、彼女は結婚をしていなかったんです。まあそれがどうしたのって思うかもしれませんが、これはよく考えてみれば重要なことです。貴族になったつもりで考えてみてください。あなたは今貴族で天皇の後継者争いをしています。次の天皇についてあなたはどう思ってるでしょうか。次こそは自分に都合のいい政治を行う天皇になってもらいたい、そう思ってることでしょう。では質問です。結婚してない光顕天皇の次期天皇候補は誰でしょう。気づきましたか。次期天皇候補がいないんです。天皇が結婚していなかったら皇太子が生まれません。ここに目をつけたのが中麻呂に実権を奪われつつある立花の諸江の息子、立花の奈良麻呂でした。奈良麻呂は父諸江の次は自分が実権を握る番だ、そう思ってたんでしょう。光顕天皇の即位によって藤原の仲間を率いる藤原氏が力を取り戻してきたことにすごく焦ります。そして仲間呂は藤原氏の血が混ざった天皇など本当の天皇ではない、長屋王の息子木文王こそ正当な天皇の血筋だ、そう言って大規模な反乱の計画を立てて政治家を次々と仲間にしていくんです。しかし計画を大きくすれば大きくするほど反乱はバレやすくなります。案の定一番バレてはいけない仲間呂にバレてしまい、立花の奈良麻呂を含む計画に参加していた人たちは大量に捕まり、拷問によって死んでいきました。これが立花の奈良麻呂の変です。この変によって仲麻呂にとっての邪魔者はいなくなりました。勢いに乗った仲麻呂は光顕天皇に上位してもらい、代わりに順仁天皇に即位してもらいます。順仁天皇は仲麻呂に言われたことをそのままするという、いわば操り人形でした。自分にとって都合のいい天皇に切り替えたということです。ちなみにその順仁天皇から藤原の中麻呂は恵美の推し活という超めでたそうな名前をもらって改名します。順仁天皇の即位によってついに実権を握った中麻呂はその後東国を攻め領地拡大を進めます。また東北だけにとどまらず朝鮮半島の新羅まで勢力を拡大しようと計画し、その第一段階として近江に洞の宮を建設するんでした。しかし上者必衰とはよく言ったもので、栄えるものは必ず衰える。中麻呂の政治にも終わりの時が訪れます。光明皇后が死んでしまうんです。なぜ光明皇后が死んだら中麻呂の時代が終わるのかというと、もともと中麻呂がやりたい放題できてたのは、叔母である光明皇后に気に入られてたからであって、その光明皇后がいなくなってしまえば、
やりたい放題ができなくなるからです。しかも光明皇后がいなくなったことで、今まで抑えられていた光明皇后の娘光顕天皇は自由の身になり、中丸が作った虎の宮で病気を看病してくれた道教という僧との恋に夢中になってしまうんでした。結局光顕天皇は道教との恋に溺れ、政治に口出しをしてくるようになります。その状況をやばいと感じた中丸は764年、ついに反乱を計画し、周辺諸国に反乱の協力を呼びかけるんです。計画を大きくすれば大きくするほど反乱はバレやすくなるんでしたよね。案の定、自分が倒した奈良丸と同じ失敗をしてしまい、光顕天皇にバレます。そして中丸は一族を率いて息子藤原の唐徒がいる越前へと向かいます。中丸が住んでいたのは平城京のここら辺です。今でいう奈良市役所の少し南側ですよね。ここから中丸たちは平城京を出発して琵琶湖を渡り、荒地の関を通ろうとするんですが、そこには朝廷軍の姿がありました。ここを取らないと唐徒のいる越前へ行くことは難しいです。中丸の軍はここで朝廷軍と戦って敗北します。そうやって藤原の中丸は58年の生涯を終えるんでした。しかも中丸が一縷の望みをかけて助けを求めた藤原の唐徒はすでに先回りした朝廷軍に殺された後だったので、救いようがない話です。このようにして藤原の中丸から道教へと実権が移り変わっていったのでした。実はこの道教、日本史三大悪人の一人に入っている人物です。次回の動画ではそんな道教について解説をしていきます。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。